ここまでのアラン・ウェイク、俺は FBI に追われている。いいか、奴が逃走したから追って。私の部下があの作家に一掃されたって言うんですか。書いた覚えのない俺の原稿が現実となり、俺の物語は次第にジャンルが変わってきた。ホラー小説だ。アリスの誘拐は嘘だった。やつの女房がどこにいるかなんて知りません。闇は誘拐犯と称していた男を飲み込み、いよいよ俺に迫ろうとしていた。アラン、大丈夫？また怖い夢？アリス、気がついたね。ハートマン、俺は鎮静剤を打った。無理は良くない。また発作が起きたんだよ。何より今は安静が第一だ。また発作が起きたら困る。君はここの患者なんだ。入院してしばらく経つ。奥さんの死がよほど答えたんだろう。嘘だ、そんな。君は様々な心の病に苦しんでるんだ。貴様、殺して。大丈夫、大丈夫よ、アラン。心配ないわ。ない、ない、ない。意識が朦朧としていた。ハートマンに打たれた薬のせいで、何もかもがテレビの向こう側の出来事のように感じられ、何も考えられなかった。ちょっと待ってくれ。入院落ちじゃないよな。すべて白紙で、あ、いて。食らったんですけど。え、食らう？鍵がかかっていた。囚人同然だった。本当だ。え？いやー、アラン、気分はどうだね。落ち着いたかい？ああ、また物騒なお供が一緒のようだからな。これでも聞き分けはいいんだ。その調子だよ。実に勇ましい。君はひどく混乱しているんだ。無理もない。私を疑わなかったら、かえって心配するところだった。それはどうも。さあ、それではクリニックの案内がてら、君の記憶を整理してみようか。新鮮な空気とちょっとした散歩だよ。いい気分転換になる。ハートマンさんはそんな悪くないでしょ。ジャックが釣りに連れて行ったから今は静かだがね。もちろん重症の患者は残っている。重症らしい。クリニックでは創作活動を治療の一環と考えている。私はアーティストの治療が専門でね。なるほどね。ウェイク、エマーソン。その調子だよ。君が協力してくれれば問題は全て解決できる。さあ、こちらへ。さて、アラン、これまでの経験から君には単刀直入に伝えるべきだと判断したので、思い切って言わせてもらうが、アリスは亡くなったんだ。嘘だ。この現実を受け入れない限り回復は望めない。彼女は溺れたのだ。君はそれを受け入れられず幻覚に苦しんだ。光と闇の戦いなどという病的な妄想に取りつかれ、君の思考や夢が全てに影響を及ぼすと思い込んでしまった。君の心は手の込んだ幻想を作り出した。そこでは君の書いたことが現実となり、アリスは誘拐され、闇の力が君を狙っているとね。こっちだよ、アラン。これ以上薬を打たれないよう俺は平静を装った。嘘に決まっている。だが薬の影響で奴を信じてしまいそうな自分もいた。中二病みたいになってる。大丈夫。全ては君の妄想、フィクションだ。奥さんは不幸な事故で亡くなったが、他には誰一人死んでいない。君の妄想は耐え難い現実から君自身を守ろうとする無意識の現れなのだよ。戦わなければ幻想からは抜け出せない。本能的に私を拒まず、考えてみたまえ。君の心が作り上げた超自然的な陰謀説よりずっと筋が通っているぞ。チェックポイント。君がもともと懐疑的なのは知っているが、すべて説明がつくのだよ、論理的。
なんだろうこれ。あれか、あの時間がわかるのか影で。なるほど。ああ素晴らしい眺めだろう。インスピレーションの宝庫だ。眼下にコールドロンレイクが広がり、対岸にはミラー峠が見えた。うん。アリスと一緒に訪れたはずのダイバー島があった場所には何もなかった。どうやら嵐が来そうだ。予報では特に何も言っていなかったようだが。嵐。まあよかろう。さあ次はこっちだ。アラン、喜ばしいことに今君の幻覚は収まっている。症状を繰り返すたび、妄想の暗い淵から現実に立ち戻るのは困難になっていくものだ。君の場合は仕事柄想像力が豊かなのは当然といえば当然だがね。長い悪夢からようやく目覚めたのだから、今安堵すべき状態なのだよ。それができないのは私が信じられないか、それとも自分が病気だと認めたくないからかね。私を敵とみなすのも無理はない。それも症状のうちだ。俺は黙っていた。ハートマンが自分の演説に酔いしれている間、俺は手のひらに爪を食い込ませ、なんとか気を確かに持とうと努力していた。まずはそこから共に回復への一歩を。頑固すぎる。こっちだ、中に戻ろう。この先はオフィス棟でスタッフ以外立ち入り禁止だ。君はここに到着した時も私のコレクションに感心していたよ。狩りはいい。人間が自然に立ち向かう素晴らしいスポーツだ。ああ、確かに。あ、コーヒー。クワイズ、クワイズ、クワイズ。うりゃーい。エマソン。エマソン。笑ってる割に口が、あの、あ、動いた。バッタリ出くわさないようにな。エマーソン、ウェイクさんをこれ以上混乱させないでくれ。ああ俺がおっかねえから追っ払いたいんだろう。でも夢はやればやしねえんだぜ。エマーソン、分かったよ。悪い悪い悪い。ベー、エマーソンだ。これでも随分良くなった方でね。彼はそのゲームデザイナーなんだ。エルボーだぞ。くだらん産業だが、いくばくとも創造性が関与しなくもない。次は頭だ。だが私の治療法がこうそうしたのだろう。大丈夫。なるほど。いや、君を書いたことがあるな。そうですか。この前急にひらめいてね、ハートマン先生には原画を描くよう言われてたんだが、それからずっとこれを描いてるんだ。何枚も何枚もね、イメージがどんどん湧いてくる。先生も気に入ってくれて飾ってくれてるんだ。お、私は先生の自慢なんだ。どんどん回復してるって自分でもそう思うよ。さあこっちだ。さてと、部屋にタイプライターがあっただろう。治療の一環として君は小説を書いていたのだ。早速続きに取り掛かるんだな。エンゲージメントセラピー。あれ、あ、この兄弟も。間違えて。嵐が来るぞ。あ、すげえのがな。この路地を吹っ飛ばしてくれりゃいいんだがな。彼らはアンダーソン兄弟、オーディンとトールだ。70年代から80年代にかけて活躍した、いわゆるヘビーメタルのミュージシャンだよ。オールド・ゴッズ・オブ・アース・ガールズというバンドで、自分たちの名前まで北欧の神にちなんで変えてしまった。バンドの解散後は、この近くの農場で暮らしていたんだ。認知症がかなり進行していてね。だが介護体制は万全だよ。残念ながら回復の見込みは薄いがね。自由奔放な人生を送ってきた結果がこれというわけだ。ああ、まずいな。
話の途中ですまないが、電源が気がかりなので様子を見てくるとしよう。続きは今度だ。君も気分が良かったら部屋に戻って何か書いてみるといい。治療のためだ。わかるね？奴の頭を叩き割ってやりて。ええ、秘密を探ろうったってあいつには無理だ。俺たちみてえに行かれてねえからな。いえ、まともじゃダメなのさ。行かれた世界は行かれた奴じゃなきゃ理解できねえのさ。久々に筋の通った話を聞いたな。全員いいぞ。トム気に入ったぜ。な、農場に招待しよう。全員アンダーソン農場バルハラだ。忘れる前に全部書いといたのさ。一気にな。あとはいかに正気を保つかだ。メッセージを探すんだ。ほらよ、あんたにやろう。頑張って、ずっと隠してたんだぜ。え、頭はクリアだった。ハートマンに言わせれば妄想の世界に逆戻りだろうが、俺は確信した。奴の話は全て嘘だ。アンダーソン兄弟の方がよほど信頼できた。トム、酒はねえのか？ああ、いや、悪いね。農場に行きゃとっておきのやつがあるんだがな。自家製のスペシャルブレンドさ。あいつは聞くぜ。全員っていうのがね、なんかあの昔いたその作家らしいんだけど。先生がまた電源を心配してたぞ。今電源取る。ああ、いつものことじゃない。まあね。後でこっちもお願いできる。何かがおかしい。あれ？自分じゃないようだ。頭の中に闇がすくい、書くこと以外何も考えられない。キャビンに閉じこもって何日が過ぎたのだろう。外は常に闇だ。俺の編集者、彼女はあれは人間じゃない。年老いた女の顔をかぶった闇の存在だ。奇妙な影に包まれ、心臓があるべき場所にぽっかり穴が開いている。俺は間違っていた。これじゃアリスを救えない。俺は利用され、都合のいい物語を書かされ、それが現実になってしまうのだ。馬さんの言う通り書いてるとダメなんだ。え、何これ？え、何これ？何これ？何これ？ちょっと待って。これはなんか取るとアランウィークのね、サイトに飛びますね、これ。ハートマンは原稿を書かせたがっていた。書けるはずもなかったが書くふりをした。看護師のバーチが付きっきりで監視していたのだ。ハートマンはよほど停電が心配らしい。ジェネレーターとワークライトが用意されていた。ジェネレーターは停止していた。鍵もない。おい、ウェイク。先生のおっしゃる通り、書いてみたらどうだ？タイプライターは部屋にある。よし。ページの白さに目が痛んだ。手が震えだし、抑えられなかった。おい、ウェイク、ちょっと下を見てくるから、そのまま書いてろよ。いいな？何の騒ぎかわからなかったが、ここから抜け出すのは今しかなかった。あ、こんばんは。ホラーでございますよ。インコイ。あれ、え、え、クレアは重傷だった。トールの一撃は容赦なかったよ。だがハートマンの部下なら自業自得だ。オフィス棟の鍵はシンクレアが持っていた。ハートマンのオフィスへ行かなくては。これまでに書いた原稿を取り戻さなくてはならなかった。え、どこ、え、死んでる。
よし。お。テープのラベルにはハートマンの診察記録と書かれていた。ご主人の名前とは？アリスの名前を見つけ、俺は一瞬息ができなくなった。パーティーでもずっと怒っているんです。暴力を振るったり。あなたにですか？いい